どうも西田渉です。本日なんですけれども、昨年ね最初にご覧いただいたようにカメラクイズしてみようかなと思っております。1から6までねご覧いただきましたね。3枚ずつこう音楽に合わせてっていう感じでご覧いただいたんですけれども、6種類のカメラでね撮った作品なんですよね。8月に発売するね写真集ゲイズに、ボリューム1にね掲載されるであろう、まだちょっとアートディレクターがねどの写真を使ってくれるかっていうところでは確実に掲載される作品とは限ってはいないんですけれども、おそらくは多分ね掲載されるであろうっていう作品たちの中で、ここに、ね、あるように、ね、6種類のカメラで撮ったんですよ。それを作例でご覧いただいて、じゃあどれがどれで撮ったんだっていうところを皆様に当ててもらうクイズのような形でねやってみたらちょっと面白いんじゃないかなと思って、クイズっていうのは今日最初に冒頭に申し上げた 1,2,3,4,5,6 って番号が振ってあった番号にコメント欄でね1は何、2は何、3は何っていうところでね皆様にコメント欄に記載していただいて、そしてまあ来週の水曜日6月30あたり1週間後ぐらいかな、6日後とかなんで、今月の末に答え合わせっていう動画をまた出そうかなというふうに思っておりますので、ぜひね今回は、まあ、初の試みなんですけれども、もちろん、まあ、フルサイズのミラーレスとかで撮った、コンデジで撮ったとか、 CMOS センサーが大きければ大きいほどもちろん写りはいいというのは当然なんですけども、じゃあ作品として見た時に映りがいいカメラで撮ったから絶対いいのかっていうところにもちょっとね問題提起として僕も皆様にねご提案させていただきたいなっていうところもある企画だったりします。なので意外とコンデジで撮った作品とかも、まあ撮り方によっちゃとかやり方によっちゃ悪くないよねとかっていう気づきとかも含めてね皆様にご提案できれば面白いかなと思った企画でありますっていうところでね、早速今回の1から6までの6機種ですよね、これで撮りましたっていうところをねそれぞれカメラを紹介していこうかなと思っております。まず1つ目、これ順番通りに来てるわけじゃないので、このカメラの6種類で撮った中でざっくばらんね順不同でもちろん紹介していきますから、コメント欄でね1番は多分これとか2番はこれっていう風に皆さんコメント欄でぜひね多分これだろこれだろとかっていう形で1から6まででこの機種をね書いていただけたら嬉しいかなと思っております。もちろんねその答え合わせで当たった方とかいらっしゃればね、おおすごいってなりますし、その辺もねちょっと盛り上がったら、例えばですがライブ配信とかでね当たりましたとか、そういったライブとかやっても面白いのかってふと今ね今思いました、この収録しながらねっていうところでごめんなさい、だらだらなって申し訳ないんですけれども、カメラですね、まずカメラこちらですね、はい、ソニーの RX100M7 っていうところですね、これコンデジです。コンデジで、ソニーの、まあ、結構高級コンデジのに値するものですね。35mm 換算 24-200mm っていうところでね、まあ第三元ズームと呼ばれる 24-70-70-200 とかって言われる部分がこのコンパクトの中に、入っていると。で1インチの CMOS センサーでロー撮影も可能ということでね、結構 24-200 まであればねほとんどのもの撮れますね。その上で1インチのサイズって結構 CMOS センサー大きいんですよ、コンパクトデジカメにしてみたらね。でその中で 24-200 撮れてロー撮影もできるということで、まあ、僕の感想としては、まあ、キャプチャー版とかでねローデータ触った感じだとねかなり使えるなっていう、いや結構写りいいですよこれっていう風に言えるコンパクトデジカメで、僕自身はねもうここモードで緑のところにあるようにオートかな、もうフルオートでねただ押すだけで撮ってるっていう状態ですね。なんかオートフォーカスもね、ソニーの α9 譲りのオートフォーカスが入ってるようで、静止画だけかな、写真だけなので僕とか写真なんでもうかなりね、早いし、まあ、正確だしっていうところでね1インチとはいえね本当にびっくりするぐらいあっと思った瞬間にシャッタースピードはちょっとねオートなんで時々ね遅くてブレる場合もありますけど、オートフォーカスはかなり精度高いかなっていうふうに思ってるカメラですね。なのでこれがまず、1つ目は RX100M7っていうところでねご紹介いたします。さてどれでしょうかっていうところですよね。で続きましてはこちら、またコンパクトなんですけどもコンデジですね、こちらキャノンの SX740HS っていうところですね。こちら40倍ズームっていうことで、こちら CMOS センサーはね 2.3 分の1型っていうことで、まあ、事実上最近のスマホとかとねほぼセンサーサイズはほぼ変わらないぐらいまで来てるかなっていうぐらい CMOS センサーかなり小さいですね。さっきのRX100M7 よりも明らかに小さいセンサーになっているんですが、やはり特筆すべきはこちらはね40倍ズーム、ここね40倍ズームっていうのもあって、
35ミリ換算24ミリ960ミリっていうね、とんでもないそのズーム倍率960ミリですからね。これをフルサイズのシステムで組もうと思ったら960ミリだと、例えば R システムだと、RF100-500 に2倍のテレコンかましてやっと1000ミリポートレート取れるので、めちゃくちゃ大きいシステムになるし、事実上 R5 と組み合わせると、100万近くかかるシステムが、これ新品で5万ぐらいで買えるっていうところでね、もちろん写りっていうか CMOS センサーめちゃくちゃ小さいのでね、とか、まあ、レンズもねやっぱりね解像感っていう意味では多少はもちろん劣りますけれども、フルサイズに比べてね。とはいえこれはね、街中歩いてて肉眼を超える世界が撮れたりするので、そういった意味でもねかなり優秀なカメラっていうところで、僕はね面白く最近使ってますね。これもね結構気に入ってるコンデジの一つっていう感じです。で続きましてはこちらですね。はい、もう言わずと知れたと言いますかね、ライカの M10 ですよね。2400万画素ぐらいで、まあ4年ぐらい前に出た機種っていうことでね、まあもう言わずもがな、このマニュアルで M 型レンズっていうのをつけてね、 レイジファインダーっていうところでこの二重と二重の像がこうじわーっと合ってきた時にパシャッと切れると。でまあ特筆すべきやはり暗部ですね。黒からグレーまでの中間の暗い部分の非常に豊かなリッチなデータが取れると。白飛びには比較的弱いかなっていうところがあるので、基本的に露出とかもこれプラスマイナス0で撮っておくと、ヒストグラムが若干アンダー寄りに撮れる、まあ、カメラっていうところになりますかね。まあでも本当にねライカ特有のっていうところで、アンダー目で撮った時の描写階調っていうところが本当に美しくてですね、これはこれでまた個性がありますから、ぜひね今回の作例の部分でどこでしょうっていうところで当てていただけたら嬉しいかなと思っておりますね。はい、ライカの M 型ですね、 M10 ですね。はいはい、続きましてはこちらですね。もう皆様ね、僕の動画をご覧いただいている方々は言わずと知れた、もう、キャノン EOS R5 っていうところですね。4500万画素で、EOS システムの中で事実上今一番いい写りをするカメラっていう感じですね。僕自身もそれはもう体感しております。特に RF のね 50mm の F1.2 の単玉とか、 RF2870 の F2 とかをつけるとね、本当に驚くぐらいの描写が出てくるっていうことで、もう間違いない描写性能ということですね。もう使ってる方もね、あとはね欲しいなって思ってる方もかなりいらっしゃると思うんですが、で12コマメカシャッターで切れたり、ファインダーもね576万ドットとかで本当に見やすく、構成されてるっていうところでね、本当に、素晴らしいカメラ、僕も大好きですね。マニュアルつけた時とか、それこそライカのレンズつけてマニュアルフォーカスで合わせても非常にねファインダーの精度が高いので合わせやすかったりとかね、あとはボディ内手ブレ補正もすごく優秀ですから、マニュアルレンズつけた時のねブレ軽減とかもかなりね手持ち撮影の幅も広がるかなっていう感じですね。はい、EOS の R5 ですね。でこちら引き続き EOS の R6 ですね。どれで撮ったでしょうか、どの写真でしょうかってことになるんですが、こちらは特筆すべきは 1DXM3 と同じセンサーが積まれてて、 ISO102400 まで撮影が可能とっていうところで、もうほとんどの手持ちで室内だろうが外だろうが、もうね RF の 2405F4 あたりをくっつけて撮るとほぼ撮れないものがないっていうね、102400まで、色情報が破綻せずにね撮れてしまうっていうところがやはりねこれのカメラの本当にすごいところで、R5R6 どっちが買えばいいですかっていう質問を受けた際に、全てを撮りたい、室内でも撮りたいし外でも撮りたいとか、そして最低限のクオリティというか素晴らしい高いクオリティで写真をどんどん撮っていきたい方には、僕はね R6 をおすすめしてますね。 R5 の方はねやはり ISO が1万以上になってくると、ちょっとね解像感、エッジの部分の髪の毛のこの束の一本一本の感じとかがねもうベタッと潰れちゃって、もう解像がしきれなくなってきたりするんですけれども、 R6 に関してはそういったところの ISO 1万を超えてきても、こういった髪の毛の束の毛の一本一本の感じがちゃんと切り分けられてて、あ、改造してるなっていうところが分かるということで、特に高感度、例えば暗い体育館でバスケットボールを撮りますとか、そういった時にはやっぱりねこの R6 が飛び出てくるのかなと。スポーツ報知とかのフォトグラファーの方もね 1DXM3 がむしろ、ね、今サブ機になってますみたいな感じでおっしゃったりもしてたので、それぐらいポテンシャルを秘めたねカメラになってるかなっていうふうに思ってます。 R6 ですね。さてどちらの写真が R6 で撮ったでしょうかっていうところですね。で最後6台目はこちらですね、リコー GR3 っていうところですね。
ね、こちらも言わずと知れた単焦点 28mm 換算の APS-C のコンパクトデジカメ、 250g 台で、まあ、とにかく小さいですよね。ただやはりね、こちらみたいにこういった超高倍率ズーム24960とかと比べると当たり前ですが、 28mm しか撮れないっていうね、もう要は単焦点1個持ってパッ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 と撮っていくスナップシューターに特化した、今年25、6年目、96年発売なので25年目とかを迎える GR の歴史からもほとんどね、この考え方哲学が変わっていないというところで、哲学に関しては僕はこのね GR は和製ライカっていう風に呼んでいるんですよね。あと GR3 になってね、写りも本当にブラッシュアップされて非常にね、暗部の階調も豊かで、解像感も高くっていうところでね、本当に素晴らしい写りをするカメラだなと。あの色耐性、解像耐性とかローデータを触った時にもね、本当に素晴らしい描写をするなっていうのが率直な感想。あとはこう振った時にカラカラ言うんですけれども、やはりね、手ブレ補正もうかなり今回3はね優秀になってるなっていうところを感じましたね。今までは APS-C の初代の GR 使ってたんですけれども、そこから3に僕はね、買い替えたんですが、やはりねこの手ブレ補正とかカラーサイエンスとか解像感とか全てがね、もう2個3個上の描写性能になっててっていうところで、素晴らしいカメラに仕上がってるなっていうのが感想ですね。はい、なのでね、総括しますと、ソニー RX100M7、 そして、キヤノン SX740HS、 そしてライカの M10、 EOS R5、 そして R6、 そして最後にリコーの GR3 っていう6機種で、撮影したデータといいますか作品ですね、8月に発売する写真集ゲイズの作品を冒頭にご覧いただきましたので、ぜひコメント欄にてね、この6機種が、1は何だろう、2は何だろうということで皆さん、ね、予想していただけますか。一応予定としては6月30日の水曜日にこれでしたっていうところを皆様に発表しようと思いますので、またね盛り上がれたら面白いのかなとかって思ってます。この盛り上がり次第でね、またこれボリューム2とかやっても面白いかなと思いますので、ふとね今日思い立ってやってみようと思った企画でした。というところで皆様にもねお楽しみいただけたら嬉しいかなと思ってます。ぜひふるってねコメント欄にて、きっと1は何だ2は何だっていうところでご回答いただけたら嬉しいかなと思っております。それでは失礼いたします。西田渡でした。